10日水曜日は関東でも天気の崩れが予想されております。雨や雪の範囲がどのくらいまで広がるのか見ていきたいと思います。10日の朝の時点で日本海と四国の沖に低気圧が進んできます。関東に影響を与えるのがこの南側の低気圧が中心という形になります。この降水の分布見ていきますと、日本海の低気圧の方が降水のエリアが広く、太平洋側の低気圧の降水域というのは大部分が海上を進む予想となっております。この後の雨雲の動きを見ていきますと、だんだんと東に広がって近畿や東海などにはかかるものの、関東は南部の沿岸にかかるくらいということで、広い範囲での降水にはならない可能性が現時点では高いと見ております。そして雨か雪になるかという点に関しましては、天気分布予想で見ていきます。標高の高い甲信エリアは雪のところがありますけれども、寒気の南下それほど強くありませんので、南部の沿岸部は降っても雨ということになりそうです。また降水自体が弱いということで、あまり雨や雪のエリア自体も拡大しないということになります。今のところは房総半島の沿岸部が雨の中心、雪が降るとしましても箱根のなど神奈川県の西部ですとか埼玉県秩父エリアなど一部に限られるということになりそうです。今のところ東京都心などもにわか雨、にわか雪の可能性は残っているものの、傘が必要なレベルの降り方にはならない可能性が高いと見ております。この後の詳しい天気に関しましては、ウェザーニュースアプリからもご確認いただけます。